今回の動画は宝富様からの提供をご協力で配信しております。こんにちは、あたりです。今回はこちら、究極ゴム銃 G ショット、ストライクショットドラゴン B、 こちらで遊びます。はい、これまでもいくつか G ショットの商品を紹介してるんですけども、まあ、進化したゴム銃ということでね、今回のストライクショットドラゴンはもっとさらに進化した G ショットなんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょう。で、これからこれになんかより銃っぽく進化してますよね。早速開けてみましょう。じゃあ開けましょう。やっぱこの G ショットって、こう新商品が出るたびにこう痒いところにどんどん手が届くようになっていくっていうね、まあ新しいコンテンツならではの楽しみ方もできるんですけども、さあ出します、出します。バレル、バレル、ノズル、はい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 、これが本体、本体とパーツが別なんだね。でシールも入ってますよね。中に入っているのは G ショット本体、そしてショットマガジン、ゴムバレットが10個に、そして本体用のシール、そしてターゲット。まずこの G ショット本体の先端の爪に、じゃあショットマガジンを引っ掛けて、はい、ガシャン。そしてここにロックがあるのでロックをかけて完成ですね。じゃあシールも貼ってしまいましょう。いきます、せーの、パッ。というわけで、はい、シールが貼り終わりました。これはまた随分と派手になりましたね。はい、ストライクショットドラゴン。それじゃあ実際にゴムバレットを装填してみましょう。まずこのショットダイヤルをこの戻すの方向に回しながらトリガーを引きます。カチャッと、カチャッカチャッカチャッとやって、ここの線が一番上に来るまで回します。でここのゴムバレットストッパーが上がっているのを確認したら、はい、ここにまずゴムバレットを引っ掛けてぐーっと、お、結構硬いね。でここに引っ掛けます。そしたらこのダイヤルをセットの方向に、はい、1回回します。同じ手順で2発目、いよっと、3発目、いよっと、4発目、よっと、5発目、だんだんダイヤルが硬くなってきました。そして最後6発目まで装填できるみたいですね。で6発目は回せなくても大丈夫です。でここからがこのストライクショットドラゴンの最大の売りなんですけども、なんと今装填したこの6発のゴムバレットを連射できるんですよ。すごくないですか。でじゃあ試しに1回やってみましょうか。このゴムバレットストッパー、はい、下げてまず1回打ってみましょう。トリガーを引くだけで発射する。いきます。めっちゃ威力強いんだけど、めっちゃ威力強い。でじゃあここちょっと見てみましょうか。ここ見ながら1回発射してみましょう。バン、うん、こんな感じ。1回発射するとダイヤルがくるって回って、次のゴムバレットが装填されている状態になります。で今2発打ったでしょ、あと4発連射できます。いきます、1、2、3、4。すごいぞこれは。今までの G ショットの動画をご覧いただいている方ならばまあわかると思うんですけども、この G ショットを打つためにまずね、リロードして打つ、リロードして打つ、ね、このリロードのワンアクションが必要だったんですけども、それが全くなくなってトリガーを引くだけで発射できる。進化しましたね。で今このストライクショットドラゴンとアルティメットドラゴン実際に撃ってみたじゃないですか。で一つ気づいた、全然反動がない。うん、まあ、こっちのアルティメットドラゴンってまあリロードして撃った時にここ、これがバーンって向こうに行くので、その時にすごい手に反動が来るんですね。見ててください、うん、ただこっちのストライクショットドラゴンは全然反動がないんですよ。多分ね、音を聞いてもすぐ分かると思います。いきますね。だからその反動がないっていうことはショットがブレにくいんですよね。それでは実際に試し撃ちをしてみましょう。まずはアルティメットドラゴンであのターゲットを狙います。これぐらいかな。いきます、次にストライクショットドラゴン行きましょう。
これぐらいかな。おお。それじゃあ次に連射性能を試してみましょう。3発の弾であの3つの紙コップを撃ち落とします。いきます、せーの。というわけで、まあ、ここまでストライクショットドラゴンの性能を見てきたわけですけども、いいよね。パワーもあるし、命中精度も高い、そして連射機能もついている、うん、ただまあ唯一欠点を挙げるとすれば、マガジン交換ができないことによる弾数制限なんですけども、まあ、別にそこは今まで使ってた G ショットと競技によって使い分ければいいだけなので、そこまでの欠点ではないかなと思います。というわけで今回はこちらのマスターターゲットをストライクショットドラゴンで遊んでみたいと思います。裏側に書いてある公式5大アトラクションのうち、はい、ターゲットロード、そしてベーシックフィールド、そしてナローザダンジョンで遊んでみたいと思います。まあ、なぜこの3つを選んだかっていうと、こちらですね、こっちの3つの競技、ショットの弾数が6発、6発、6発ということで、ストライクショットドラゴンにはちょうどいい競技なんじゃないかなと思って選びました。それではやってみましょう。それでは1種目目いきましょう。6発の弾で飛ばしたターゲットの合計得点を競うターゲットロードという競技に挑戦します。で、僕は今回弾をこちらね、パワータイプのゴムバレットに交換しましたので、参考にしてください。それではいきましょう。いきます、3、2、1、スタート。それでは2種目目いきましょう。6発の弾で飛ばしたターゲットの合計得点を競うベーシックフィールドという競技に挑戦します。先ほどのターゲットロードと明らかに違うのはターゲットの数なので、まあ、6発という弾の制限のある中で正確に高得点のターゲットを打ち抜いていかなければいけないという競技でございます。それでは行きましょう。いきます、3、2、1、スタート。まずは上の50点を狙います。おっと、100点まで打ち抜いちゃった。いきます、30点、40点、そして真ん中の90点を残り、よし、20点もいきましょう。バッチリ。それでは最後3つ目の競技、6発の弾で撃ち抜いたターゲットの合計得点を競うナローザダンジョンという競技に挑戦します。でもポイントはもちろん、あの狭いポールの奥にある高得点のターゲットを撃ち抜けるかどうか、うん、まあ、あの正確なショットが求められるんですけども、弾が6発、ターゲットも6個なので、正確にきちんと狙うことができればパーフェクトも狙えるという競技になっております。それではまず僕の戦略をお伝えしましょう。まあもちろん上の50点100点をまず狙いますよね。でその後に下の段の30点、90点を狙ってから30点、50点狙っていきたいと思います。それではいきましょう。3、2、1、スタート。まずは上の50点100点を狙います。おっと、お、2枚抜きいきましたね。下の段いきましょう。90点、30点と50点、2枚抜きいくよ、2枚抜きいくぞ。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はこちら8月8日発売の究極ゴム銃 G ショットの最新作ストライクショットドラゴン B、 こちらで遊びました、うん、すごくいいよね。あの何がいいかって、これから G ショットを始めようかなと思っている初心者の方の1本目にも最適ですし、まあ、今まで G ショットを遊んでいた方の2本目にも、まあ、2本目3本目でもいいよ、うん、にもすごく最適です、うん、特に2本目3本目にこのストライクショットドラゴンを選ぶと対応できる脅威がすごく増えるので、うん、どんな方にもおすすめな一本となっておりますので、よろしければチェックしてみてください。ストライクショットドラゴン B でした。それではまた次回、バイバイ。この動画を楽しんでいただけた方、ぜひとも高評価お願いします。